どうも皆さんこんにちは。今回は自サバのピクセルソードを紹介していきたいと思います。よろしく頼む。入ったら初期装備を取ろう。絶対泣かせちゃうもんね。取り終わったら NPC に聞き込み開始。こんなの聞いてないよ。あとはルールを読んでログインするだけです。あ、ログインされなか。ログインするとこのようなところに来ます。こんなはずでは。ここは MP 回復ができます。猫がいますね。やるじゃないか。やばい、こいつに何かを聞いてはいけない気がすわ。体が言うことを。なんだ雑魚か。うわあ、お前らやめろ。そう覚えてるよ。次はショップに行きます。さあ行くぞ。ショップではゴールドやダイヤを消費して武器を購入することができます。序盤はここで武器を購入するといいです。このワールドの武器には全てにスキルがついていますので、自分に合った組み合わせを探したりして、頑張ろう。上は不透明な透明周りから浮いてるけど海には沈む。さっきからプレイヤーがついてきてたりして気持ち悪いな。そんなこと言わずに俺とオロロ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 。これかいや。無理、うこ。ちね。あー。次は進化場に行きます。ここでは防具や武器の進化などができます。一部の武器は爆発的に強くなるのでたまに利用してみてもいいかも。今進化できる武器の一覧です。これは今進化できる防具の一覧です。やったー！艦長。いた。ざま。ちね。あー。次はガチャを引きに行きます。いざレツアゴー。俺は不透明な透明周りからは浮いてるしハッピーターン中にしてるし。何言ってんだお前。こんなの聞いてないよ。こんなはずでは。それではガチャを引きます。イエーイ、2倍。いらね。いらん。今回当たったのはレッドグレアっていう VIP 武器ですね。やった !1% とかなりレアです。ではメインのプブプをします。さあ、行くぞ。初心者の方は初心者地帯で慣れるのがおすすめです。普通にキルしやすいです。集え、精霊の力よ。甘い。オラ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 ロ。くらえ。体が言うことを。受けてみろ、奥義。やるじゃないか。こういう感じの戦いになりました。一部スイッチをしてみます。絶対泣かせちゃうもんね。さあ後ろを取ったぞ。二段切りだ。集え、精霊の力よ。これは強敵だな。引かないぞ。そろそろ瀕死じゃないか。逃げてるし、これは私の勝ちだね。なんだ雑魚か。余裕ですね。最後にバトルパスを紹介していきます。バトルパスはバトルパスポイントを消費してレベルを上げるものです。レベルによって報酬があり、ダイヤモンドの主な収入源です。解放自体は無料でできるのでお得です。またお前かよ。レベルを上げていきましょう。いていて。足りなくなったので報酬だけ見せます。いて。星が見える。バトルパスレベルが10に達するとダイヤを消費してアップグレードできます。ダイヤが多いですね。防具もあります。そして最後の報酬は透明金でした。上へ。こんなの聞いてないよ。参加方法ですが、